日本維新の会の中山成明です。3年4ヶ月ぶりにやっとの思いで、上がってまいりましたけど、国会周辺もすっかり様変わり、そしてまさか私がかって一緒に仕事をした皆さん方に野党の立場から質問することになろうとは誠に奇妙な感じもいたしますが、しかし、日本の現状が非常に危機的な状況になると、どうにかして日本を再生しなければならないという、安倍総理と同じ有国の情を持って質問をしたいと思ってますので、野党でありますけれども、一つ前向きの答弁をよろしくお願い申し上げたいと思います。安倍政権が誕生してまだ3ヶ月にもなりませんけど、なんかその日本が急にこの明るくなったような、そういう感じがいたします。しかし、安倍内閣発足当時を考えますとですね、日本経済は本当に落ち込んでおりました。日米関係も本当に信頼が薄れ、そして普天間問題もこれはもう行き詰まっておりまして、何より尖閣列島もすっかりこの中国に押し込まれてきているという、いわば安倍内閣というのはそのマイナスの時点からスタートしなければならなかったと、こう思うわけでございますが、しかし発足早々ですね、日銀との間でインフレターゲットを結び、そして渡米してオバマ大統領との対談でですね、もう日米関係は復活したと、このように言われて、世論調査等も非常にこのいいわけでございますが、私はよく考えてみますとですね、景気もこれからだろうと思います。何より東の方からは TPP というですね、経済的な圧力が加わってくるし、西の方からは中国とか北朝鮮、経済的軍事的な圧力が加わってくるという、こういう中でまた経済もいろいろエネルギーの問題もあります。そういう意味ではですね、先行き非常に不透明の中で、こうして政権運営されているわけですけれども、率直に今のご心境をお聞かせいただければと思います。安倍内閣総理大臣。中山先生も、3年3ヶ月、ガチに長短の思いで、来られたんだろうと、このように、思います。私も6年前に病のためとはいえ、総理の座を突然辞することになり、国民の皆様に大きなご迷惑をおかけをいたしました。今の状況、やっと経済に明るい兆しが見えてきたところではありますが、しかし私もですね、6年前のことをもう一度思い返しながら、しっかりとやはり国民の声に責任を持って応えていくことこそがですね、私の責任だろうと、このように自重自戒をしているところで、ございます。女房からはですね、浮かれることなく感謝しながら頑張りなさいと、こう言われております。元より浮かれているわけではございませんが、しっかりと地に足をつけながら、一歩一歩結果を出していきたいと、このように思っております。中山成明君。ありがとうございます。私はレベルは違いますけど、全く安倍総理と同じ心境でございますが、家内には言葉遣いには気をつけろと、こういうふうに注意をされているわけでございます。ところでですね、早速アベノミクスの話に移りたいと思いますけれども、安倍内閣は早速ですね、日銀との間でいわゆるインフレターゲット 2% を結ばれたわけでございます。私はこの物価上昇というのはですね、なんて言いますか、需要と供給の関係 の、 その、摩擦熱みたいなものだと、子どもの知恵熱みたいなものでなければいけないと、だから経済成長に伴う物価上昇でないとですね、物価高の不況とい う、 いわゆるそのスタグフレーションという、最悪の事態を招くわけで、ございますから、そこがこれからの問題だと、こう思っています。やはり何といっても物価だけ上がって、所得やあるいは消費が増えないということで困るわけでございます。私はですね、ずっと、矢にありましてですね、日銀のビヘイビアをずっと見ておりましたけれども、どうもその日銀というのはデフレと円高というのはですね、これ円の価値が上がるんだから日の手柄だと、こういうふうに勘違いしてんじゃないかなと、そういう思いを実は思っておりました。確かにその、立派の白亜の伝統の中で、仕事をして、
まあ、高級をはんでますとですね、なかなかその下々といいますか、一般庶民の生活はわからないんだろうなという、そういう思いもしたわけでございます。まあ、先般のシャープがですね、サムソンの軍門に下りましたけれども、まあ、私は社員の無念、まあ、さすに余るものがあると思うわけでございますし、まあ、しかしまた中小企業のですね、経営者たちが本当に不当たりを出さないように必死に金策に走り回っておられる、あるいはですね、明日クビになるんじゃないかと思ってですね、おどおどしながら働いておられるサラリーマンがたくさんいらっしゃる、現にまた失業した方々もいっぱいいらっしゃるわけでございます。まあ、そういうことをですね、私はもっと日銀は考えていかなきゃいけないんじゃないかと。この日銀のですね、日銀法第2条ですか、日銀は物価の安定を通じてですね、国民生活の健全な発展に資すると、まあ、こうなっているわけですけれども、私はこれまでですね、日銀というのは、円を守って国民生活を守ってこなかったと、まあ、こう断じてもいいんじゃないかと、まあ、その勇気さらするわけでございます。まあ、しかしですね、この金融緩和だけではなかなか経済はうまくいかないと。午前中も話がありましたけれども、アメリカとかヨーロッパとか中国、通貨供給量がどんどん増えてですね、だから日本は逆に円高になったわけですけれども、そこはその民間需要が非常に強いですから、地方銀行が金融緩和すると、わーっと景気が良くなる。まあ、しかし、日本はですね、少々日銀が金融緩和しても、その凝り固まっていますかね、もうデフレマインドで凍りついたこの民事というのがなかなか動かない。だから私はですね、これからの日本の経済というのは日銀だけではなくて、まあ、政府そして国民が一緒になってですね、みんなで行こうじゃない、やっていこうじゃないかと、まさに総理が言いましたけどね、一心独立して一国独立すると、みんなが前向きにこの動いていくということが大事なことじゃないかなと思っております。まあ、今回の大型の補正予算、これもまさにそういう意味でですね、民需、そういう民需をですね、なんとか動かしたいということで、まあ、大型なものになったわけで、ございまして、これをですね、てこにして、いかにして民間需要を喚起していくか、国民がそれに応じてですね、動き出すかということが、まあ、非常に大事なポイントであろうと、こう思っております。ずっと見てますとですね、これまで景気対策として、補正予算やってきましたけど、まあ、しかし日本の金融資産といいますか、個人金融資産の状況から見て、いつまでもこれをですね、続けられるわけにはいかんと、こう思っておりまして、まあ、そういう意味で、私は2番目の矢ですね、機動的な財政運営と、こう言われますけど、私はこれやといつまでもずる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 、親父のポケットからね、金をこう取り出していくような、そういう感じがあるわけで。まあ、補正予算は今回でも終わりなんだよということをですね、私はもうここで発揮した方がいいんじゃないかと思うんです。そうでないとですね、私は、まあ、大蔵省の主計局、そして自民党の政調でですね、いわば査定する方と要求する方、両方経験したものですから、よくわかるんですけれども、当初予算というのはですね、とにかく主計局は非常に厳しく査定します。しかし、この景気対策となりましては、額が問題になるものですから、ついついいろんなものをこう詰め込んでしまうと。ですから、まあ、不要不急のものまでですね、まあ、当初予算にはなかなかかからないようなものまで、あとでどうせ補正があるんだから、そこに取っとこうという、これはですね、非常にその財政規律をですね、緩めるものでありますから、もうやはりですね、財政法の基本に立ち返って、この補正予算というのは、なんか大災害が起こったときなんかのですね、本当に緊要なものに限ると、こういうことをですね、しっかり国民の皆さんにも分かっていただいて、自分たちでこの動いていこうじゃないかと、そういうことをですね、国民に決意してもらう、そういう意味で、麻生財務大臣、もう補正予算はもう今度限りだというぐらいの気持ちをですね、披露いただきたいと思います。麻生財務大臣。24年度の補正予算につきましては、もう中山先生ご存じのように、
まあ、空12がマイナス 3.、年率換算 3.5% のマイナス経済成長という予測になりましたもんですから、これは底割れするという懸念から大型のものにせざるを得なかったというのが一番大きな大型補正を組んだ理由なんですが、いわゆるおっしゃるように日本の国債費残高すでに 154% ぐらい GDP 比で2013年度末で数回になろうと思いますので、そういった意味では基本的には極めて厳しい状況になっておりますのはご存知の通りなんで、これをこのままずっと財政によります出動だけでやっておりますと、いわゆる日本の国債に対する信用が失われてみたり、国債の金利が今下がって今日 0.6 ぐらいだと思いますが、それがまあいきなり上がってきて1を超えて2になりなんてことになっていくと非常に大きな影響も出ますので、そういった意味で財政再建を進めていくということも、これはもう我々は必ずやっておかねばならぬところ、それをみんな考えて3党合意で消費税等々いろいろ皆さんご検討いただいているところなんで、我々としては今後経済財政諮問会議においてこの点をきっちり勘案しながらやっていかないかんと思っておりますけれども、いずれにしても財政の健全性と経済の再生と、これ両方をうまくやっていかないかんというところで、経済が成長しません限りでは借金もなかなか返せることができないのもご存知の通りなんで、そういったところをきちんとやっていくために私どもとしても、まあ他の国の経済にも多々に影響を受けますので、一概にやりませんともう安易に申し上げることもできませんけれども、極めて私どもとしては想定を勘案しながら運営をしていきたいかねばならぬものだと思っております。中山則明君。まあ、ですからその第二の矢、機動的な財政運営というのはですね、規律ある財政運営にぜひしていただきたいなと思っております。午前中我が党の松田委員がですね、極めて高度な、経済論を展開しましたので、私は非常に分かりやすいですね、庶民の経済政策といいますか、どうしたら日本経済がこの浮揚していくのか、そういったところに着目してですね、ちょっと議論していきたいと思うんですけど、まあ、第三の矢で、民間需要を喚起するとそういう経済戦略と言われてますけど、イノベーションと、これですよね、企業の規制緩和、まあ、これまでもずっと実はやってきたんですけど、なかなかね、目に見えたものがない、やっぱそれに時間がかかるんですよ。だから私はですね、まあ、やっぱり今、気を要すると思いますから、直接ね、国民総生産の、要するに国民のいろんな動き、働きの中で、どこに刺激を与えるかという観点からですね、私はこの景気対策を進めていったらいいんじゃないかなと、こう思ってるんですよね。それで、まあ、具体的なその GDP の項目を見ますとですね、まず目につくのは民間設備投資です。安倍総理も言われましたけどですね、今、日本経済の空洞化ということが大変心配ですね。私もずっとですね、日本経済の空洞化に今、警鐘を鳴らしてきたんですけども、しかし、日本と例えば中国、もうこの賃金の格差がもう非常に大きいですから、同業者がいたとしたらですね、先に進出した企業が製品を作って逆輸入すれば、日本に残った企業は潰れるということで、どうしても我先に出ていかざるを得なかった。まあ、しかし、今はもう変わってきましたですね。賃金格差も急にこう縮まってきました。あるいはまたチャイナリスクというようなことも言われて、チャイナプラスワンというようなこともまあ言われている中でですね、まあ、ぜひ私はですね、日本のいわゆる進出している企業、もう一回日本に帰ってきてくれないかと、こういうことを考えてるんですよ。まあ、そういうことを考えてましたら、この前ですね、オバマ大統領が今年の一般教書演説で、アメリカの企業に、特にその製造業に、国内に帰ってきてくれということを呼びかけてるんですね。帰ってきたら、法人税とかそういったところで融合しますよ。どうですか、安倍総理。そういったことを、安倍総理ですね、この前はその報酬アップと、給料上げてくれということを経済界に訴えられましたけど、この国内回帰ということもね、経済界にその訴えかけられたらどうでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、今回ですね、我々もやはり空洞化はなんとか食い止めなければならないと、まあ、こう思っております。まあ、その中で、まあ、例えば、
一時は円高でございましたから、円高エネルギー制約対策のための先端設備投資促進事業というのを2000億円補正予算で組んだわけでございます。また設備投資促進税制も創設をいたしました。こうしたことと含めてですね、やはり多くの企業に、やっぱり日本企業にとって一番リスクがないのは基本的にはですね、日本なんだろうとこう思っております。そして最も企業が活動しやすい、世界で最も企業が活動しやすい国にしていきたい、それを宣言しているわけでありますから、これにこうしてですね、多くの経営者の皆さんにやっぱり日本だなと言っていただければ大変ありがたいと、このように思います。中山成明君、ありがとうございます。ぜひ経済界の皆さん方も総理のこの呼びかけに応えていただいて、プラスワンは国内に立地しようという気持ちになっていただくと、ぜひお願いしたいと思います。次はですね、やっぱり GDP の中の個人住宅、これをどうしたらですね喚起できるかということを申し上げたいと思うんですけど、今の東海東南海、あるいは首都直下型地震、これが起こる確率が、30年間で 50% か 70% と、こう言われてますね。このためにはやはり、震災対策、耐震構造の構築物に変えるとか、いろんなことが考えられますけど、私はですね、そのいわゆる沿岸部にそういういざと津波が来た時のことを考えた耐震マンションを作ったらどうかと、こう考えているんですよ。もうすでに東京も下町の方でですね、いざという時にはマンションに、逃げ込めるような、そういう話も進んでいるというふうに聞いてますけど、私はですね、やはりその今度のこの前の震災でもそうでしたけど、車で逃げようとしてもですね、大渋滞でかえってたくさんの犠牲者が出ると、こういうことを考えますとですね、普段はマンションとして使っているけど、いざとなったら近隣の住民がでパッと逃げ込めるように、そういう意味では階段を広くするとかね、あるいは何かいくつかのフロアを、普段は住民が住んでいるけど、いざという時には近所の方々がですね逃げ込めるような、そういう目的を持った防災マンションをこうずっと作っていったらどうかなと思うんですよ。私の宮崎、この前の北海道なんか大変な豪雪ですけど、宮崎は本当ポカポカもう陽気でね、もうウイスが鳴いてますよ。ああいったところでですね、要するに都会でリタイアした人たち、どうしても東京に住まなきゃいかんという人は別としてですね、東京のマンション5000万円で売って、宮崎なんか2000万ぐらいで買えますからね、その3000万円は非課税にするとか、そして地方に移ってもらえばですね、例えば宮崎の場合にはゴルフもでもできるし、釣りもできるし、家庭菜園でもできるし、ボランティア活動でもできるわけ、豊かな消費生活が営めるわけでございます。そういったことを考えてですね、一つこの防災と、そのいわゆる住宅建築、そして老後の余生をさらに生きがいのあるものにするという、一石何鳥なのか分かりませんけどですね、そういったそのいわゆる防災マンションというのはどうですか。防災減災ニューディール主張しておられる国交大臣。太田国土交通大臣。大変素晴らしい提案をいただいたと思っています。特に国とか あるいは自治体で、津波ということに、対して、この津波タワーというようなことだとなかなか使われないし、ということもございます。そういう意味では民間投資ということも含めて、防災マンション、そこに、支援するという形は非常に、大事な提案だというふうに、思っております。こうした津波避難ビルを民間が建てる場合ですね、社会資本整備総合交付金を活用して、町づくりの一環として行われる こうした有料な中高層マンションやビルに対しての支援をですね、現実にし始めているというところでございます。今ご指摘になりましたように、
駐車場が横にあると、その上屋上を使って避難できるようにするということをすればですね、そこにこちらから支援ができるというような形もありましょうし、屋上への外階段というのをつけたり共有分を使ってそうしたことをやるということは非常に有効なことだというふうに思ってますし、マンションなんかの備蓄倉庫というようなことにも支援をするというような仕組みを今やり始めているところでありますけれども、今日はそうしたことの提案をいただいて、さらにそうした支援を強化するようにということで努めたいとこのように思っております。中山成明君。委員長、前向きの答弁ありがとうございました。3番目はですね、なんといってもその GDP の体操を占めるこの個人消費をいかにね、この刺激するかということだと思うんです。今世界では日本食はブームですけどね、やはりその消費は美徳だと、やっぱりお金を使わなきゃいけないと、こういうふうなね雰囲気を作ってもらいたいと、まあこう思うんですよね。人々がもっと豊かな食生活を楽しんだり、あるいは映画とかお芝居とか、まあ教養を高めるためにね、月に2、3冊は単行本を買うと、まあ今出版業界非常に大変ですから、まあそういう意味で日本はね、教養大国、消費大国を目指さなきゃいけないんじゃないかなと私は考えてるんですよ。まあかつて鄧小平さんが言われた、豊かになれるとこから豊かになれ、この不況の中でもですね、儲かってるところがあるんですね。そういったところがね、率先して金を使ってもらう、まあそういうことでですね、私は景気を良くしてもらいたい。お金って消えることはありませんから、誰かが使えばそれはその人の収入になって、さらにこの誰かの所得になっていくという、まあこれは午前中はね、松田議員がいろいろ議論を展開してましたが、まあ具体的に言えばそういうことだと思うんでですね、まあぜひそういう意味で、私はもう自民党時代からずっと言い続けてきましたけど、この交際費課税を撤廃しろと、まあ今年ですね、限度額を600万から800万に上げた、そして全額損金参入、一歩進んだと言えますけどね、やっぱりもうこの際、消費の進めの象徴としてですね、この交際費課税はもう撤廃するというぐらいの、そういう大胆な、どうですか、経済策をやったらどうですか、これは麻生大臣ですか。麻生財務大臣。今年、昨年ですか、昨年、財務省に行ってこの話をしたときはソース感でしたな。全く受けませんでした。無理もないと思いましたけども、まあ、しかし現場知ってる人間から言ったら、地方の商店街に限らず、繁華街等々、やっぱり地方の町が疲弊していった一番大きな理由は、僕はこの交際課税にあったと、私は地方にいるせいか特にそう思っています。したがってこの辺はやっぱり撤廃されてしかるべきなんじゃないのかということで、まあ今年第一歩として中小企業600万800万にしてっていうんでやらせていただいたんですが、民主党の方にもご理解をいただき、自公同じくということで、不足、今回の税制改正の不足に一応乗せるというところまで来たんで、岸本さんあたりが反対するのかと思ったら意外と賛成されましたんで、よかったなと思って、これを枠を広げろというご意見も出ましたんで、こういう意見が出てくるようになったということは、僕は世の中のほうが変わってきたんだと思うんですね。そういった意味ではぜひいろんな意味で一層の緩和をということなんで、今後まあ税収総額これ2000億ぐらいだと思いますんで、そういった意味ではこういったものをもうちょっといろんなものに枠を広げると、逆に消費がそこで増えて、そっちから逆に消費税の方から回ってくるということもありますので、こういったものは前向きに検討させていただきたいと思っております。中山成明君。その通りですよね。要するに税金で消費を抑えるんじゃなくて、消費を増やして税金を税収を上げると、そっちの方がねよっぽどいいんですよ。やっぱりね、豚は太らせてから食べろということだと私は思いますので、ご理解いただきたいと思っています。まあ、ところでですね、
防衛費の話もちょっとしたいんですけど、もう時間がありませんので、あの TPP について、ご質問したいと思うんです。私はあの TPP には反対です、でしたと言うべきかな。もう総理が決断された以上はですね、もう今更どうこう言えませんけど、なぜかというとですね、私は自民党時代ですね、いや時代そうなるんですよ、もうそれは自民党時代ずっとね、アメリカの圧力ずっと感じてきたんですね。アメリカが何ですか、グローバリゼーションという名のアメリカナリゼーションでね、ずっとこの圧力にさらされてきた、そういう経緯をよく知ってるんですよ。古くはもう日米繊維問題、あるいは自動車の輸入割り当て、あるいは400兆円というね、公共事業の無理やり押し付け、さらに私がですね、商工部会長として一番反対したのが、いわゆる代店法の規制緩和でした。まあ、ああいうことをするとね、絶対中心市街地は廃れますよ。だけども残念ながらですね、いや、アメリカは WTO に、提出すると言ってると言って無理やり押し切られてしまったの。今地方に行きますとですね、シャッター通りばっかりですよ。本当に私はね、まあ残念でたまらない。今度またこの TPP も同じようにですね、今度は農村部がああいうふうに崩壊してしまうんじゃないかと、こういうことを心配しております。私は日本の農業というのはですね、アメリカの農業と違う。アメリカは産業ですよ。しかし日本の農業は生活そのものだと思ってですね、今日午前中も話がありましたけど、アメリカの農家とですね、農地は別ですよね。もう一日車で走ってもね、小麦畑、トウモロコシ畑、産業です。しかし日本の農業というのはですね、その農家の近くには商店もあり、工場もある、地域共同体としての農業でした。だから日本の伝統文化、あるいはもう宗教までも含めたですね、そういう農村部が崩壊してしまうというのは私は大問題だと思っているんですよ。ですから安倍総理は、日本は瑞穂の国、棚田で象徴されるようなね、美しい日本の国土ということを言われますが、私はですね、その損得を超えた、要するに国益を超えたですね、ものがあると思うんですね。ですからぜひそういう数量で考えられない、その日本の美しい国土、美しい国側を守るということをですね、ぜひ前提にして、私は交渉に当たってもらいたいと。まして残念ながらですね、もうすでにその自動車の関税、乗用車 2.5%、トラック 25%、もう決まったと。なんか大阪、夏の陣、内堀までね、なんか埋められてしまったような気がするんですけど、一体、日本は何をアメリカに要求するんでしょうかね。私はそういう意味でですね、きちっとした国益を踏まえた国柄というものを守るという、そういう決意でですね、TPP に交渉に参加してもらいたい、そのことをお願いしたいと思うんですけど、いかがですか。安倍内閣総理大臣。ただいままさに中山成明先生がご指摘された点が、私は極めて重要な点だと思っております。日本は古来より朝早く起きて、田に出て、汗を流して稲を作って、そしてみんなで協力をして水を分かち合い、秋になれば、これは五穀豊穣をですね、みんなで共に祈ったわけであります。今も二年目祭を天皇陛下は挙行しておられるわけでございますが、ご皇室とともに豊作を祈るわけでございまして、これこそが私は日本の古来からの美しき麗しき伝統なんだろうと思います。そういう営みの積み重ねがあって、日本は田園風景を守ってきたわけでございまして、私もこの国柄を守っていくことこそ私の使命であると、こう思っています。その中においてですね、この TPP については参加するかどうかというのはまだ決めているわけではございませんが、国益をしっかりと守っていく、そして最善の道は何かということを見極めながら判断をしていきたいと、このように考えております。中山成明君。ありがとうございます。ぜひしっかりとした信念に基づいて、この外交交渉アメリカに当たっていただきたい。決してアメリカの圧力に屈することなく頑張っていただきたいと心からお願い申し上げます。ところで私は
政権交代必至という中でですね、私は民主党の政策、外交防衛、経済、教育政策に問題があると、これは日本を滅ぼすことになると思ってですね、もうそれこそ政治生命をかけて、それを阻止しようとしました。まあ残念ながら政権交代で3年と3ヶ月、本当に歯がゆい虚しい思いで過ごしてまいりました。何よりですね、私は政治主導と脱官僚と、そんなことでですね、官僚を使わないで本当にですね、日本の国の運営ができるものかと、まあ、非常に危惧の念を持っていました。案の定ですね、一番大変だったのが東北の震災、福島の原発事故だったと思います。まあ、しかし安倍内閣になってですね、直ちに復旧のテンポが早まったと、大変結構なことだと思うんですけど、実は第二の犠牲者が宮崎県民だったんです。民主党政権下でですね、高低気圧発生しました。新燃岳も爆破しましたけど、この高低気の対応が非常に遅れたんですね。実は13年前に発生したときには、江藤先生、大原先生、堀野先生、山中先生もおられた、もうみんな亡くなりましたけど、直ちに集まられてですね、予算措置をして農水省が体制を取りました。たった37棟の殺処分で済んだんです。ところが今度3年前に発生したときはですね、農林大臣はなんかメキシコなんかに会議で行っちゃった、初期の対応が遅れて、キューバでしたか、29万棟の殺処分ですよ。本当にですね、まあ、農家にとってはですね、こう家畜は家族同然です。私も小さい頃から牛馬の世話してきましたから分かるんですけど、このね、家畜にワクチンを打たなきゃいけない、殺処分しなきゃいけない、本当に修羅場でした。しかし宮崎の社長は立ち上がったんです。5年ごとに行われる牛肉のね、聴診会でも連続トップでした。やっぱりね、また新しくまた和牛をね、導入しようとするそういう農家も増えてます。しかし皆さんですね、本当にまだまだ風評被害残ってる、地域経済は停滞してます。地元からいろんな要望が来てると思うんですけど、代表して農水大臣、ぜひこの地元の要望に応えていきたい、お願いいたします。林農林水産大臣。お答えを申し上げさせていただきます。今先生からお話がありましたように、平成22年の4月の宮崎県における高低気の発生、その前の12年のことを、お引きになってお話がありましたが、12年の時はこの発生してから同年の9月にすでに正常国に復帰をしておりますが、22年の4月の場合は、かなりの期間がかかってしまったと。そして、まあ、30万頭に近い殺処分だったということで、3年が経過するわけでございますけれども、誠に甚大な被害で、宮崎県の今先生おっしゃられた関係者の皆様のご労苦というものは筆舌に尽くし難いものであったというふうに考えております。農林水産省としても被害を受けた地域の復興発展に向けて、可能なことすべてやっていくということといたしまして、この間も知事さんもいらっしゃいましたけれども、ご要望を踏まえて25年度においては干蓄等の埋却地の現状復帰を支援するということにいたしております。今お話に出ました江藤先生の、まあ、ご子息というか江藤拓先生が今私の右腕で副大臣で、現地とそれこそ緊密に連絡を取ってやっていただき、いただいておりますので、今後も県と意見交換しながら高低気からの復興に向けて、必要な支援に努めてまいりたい、こういうふうに思っているところでございます。高山成明君。ありがとうございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。さて、教育問題に移りたいと思います。今、いじめの問題とか、体罰の問題とか、まあ、いろいろありまして、政府の教育再生実行会議でもね、いろんなことを今検討されていると思って、まあ、ぜひ、よろしくお願い申し上げたいと思うんですけど、やっぱりいじめることはね、卑怯なことで人間として許されるものじゃないんだと。今 NHK で八重の桜ってのを放映してますけど、会津のね、銃の掟の中にも人、弱い者をいじめてはなりません。私が生まれ育った旧薩摩藩ですけど、
やっぱりね、弱い者いじめをするな、嘘をつくな、小さい頃から叩き込まれましたですよ。だからこのことはね、家庭で学校でね、しっかりとね、教え込まないかんと、私そう思っています。まあ、このことを今日はもう取り上げませんが、実は国際的に日本の子どもたちがいじめられているという話を今日はしたいんです。今日文科大臣いらっしゃいますか。はい、今ですね、日本の留学生がアメリカとかカナダでね、中国や韓国の留学生にね、あんたたちの祖先は自分たちの祖先にひどい目にあったんだと言って責められてですね、日本の留学生が本当に肩身の狭い思いして過ごしているんですよ。そういう話を聞いたことありますか。下村文部科学大臣。お答えいたします。尊敬する中山文部科学大臣の下で、私は文部科学大臣政務官としてお使いをさせていただきまして、その時の勉強をした結果文科大臣になられたということで感謝とともに、またその中山先生が野党の立場から質問され私が答えるというのも不思議な縁を感じますが、誠実にお答えさせていただきたいと思います。我が国の、子どもたちはですね、日本のことをよく知らないと、日本の歴史や文化伝統を知らないと、真の国際人というのはやはり真の日本人であるからこそ諸外国の人たちともきちっと話すことができると。しかし外国に行って改めて自分が何も日本のことを知らない、そのために、領土問題あるいはいろんなことについて何ら反論もできないし、聞くばかりで、一体日本の学生たちは本当に賢いのかと、いうような形の中でですね、いじめられるというよりは多くの日本人が改めて外国に留学していかに自分は日本のことを知らないのかということを痛切に感じ、そこから改めて日本の勉強をし直していると、しっかり日本の教育について、変えてほしいと、こういう話をたくさん聞いておりますし、ご指摘のようなことがあるというふうに思います。中山成明君。そうですね、思い出しますね。私が文科大臣になったときに政務官でもいいからチームに入れてくれて、私はあの時本当に下村さんのですね教育のかける熱意を本当に感じたんですけど、その後官房副長官とかあるいはね教育再生の会議で中心的な役割を果たしておられると、素晴らしいことだと思っています。本当に頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ところでですね、今韓国もパク・スン大統領で、近々習近平、総主席就任ということでございます。首脳会議も予定されてますね。私はぜひ北朝鮮の金正恩氏とも会って、そして拉致問題早く解決してほしいと思うんですけれども、その時に常に出てくるのがですね、歴史を直視して未来志向でと、こう言われるんですよね。今日はですね、歴史を直視するというのはどういうことかということをですね、ぜひ皆さん方と考えてみたいと思うんですよ。今度4月28日は主権回復の日ということで、自民党さんもですね、近現代史を学び直す日にしようと、こういうことを考えていらっしゃるようですけど、一足先にですね、ちょっと話をさせていただきたいと思います。私は日本の戦前の朝鮮とか台湾の統治、これは欧米諸国の植民地主義、いわゆる略奪だけを目的とした、そのものとは違っていたと私は思っております。学校とか病院を作り、道路や鉄道を作り、そういった例えば台湾ではですね、河南大衆といって、八田義士がですね、大変な灌漑事業をやりました。ちょうど私は出くわしたんですけど、5月8日の日にはですね、地域の住民たちが集まってですね、八田義士の遺徳をしのんでいると、そういう場面にも出くわしたことがありました。
まあ、そういった中で私は朝鮮も同じようなことをしてたんだということをですね、皆さん方にご理解いただきたいと思うんです。このパネルを見ていただきたいんですけれども、右側にありますのは京城に地下鉄と書いてありますけど、実は東京で一番古い地下鉄、銀座線が浅草渋谷の間に開通したのは1939年、しかし翌年の1940年にはもうこの京城に地下鉄ができてんですね。まあ、この例一例だけでですね、いかに日本が当時の韓国の近代化に熱心であったかということがお分かりになるんじゃないかとこう思っております。まあ、その横のですね、この朝鮮半島の地図でございますけど、この昭和12年度時点でですね、朝鮮の国鉄私鉄合わせて5000キロのですね、5000キロメートルの鉄道ができてた。そして昭和20年までにはさらに1000キロメートル延長したんですね。この下の写真は観光の大鉄橋ですけど、この大鉄橋ができた明治32年1899年、我が国が京城と神泉の間に鉄道を敷設するまで鉄道はなかったんですね。だからすごい鉄道網を短期間に作ったということが分かっていただけると思います。この左の方の写真ですけど、これは京城帝国大学です。これは大阪帝国大学よりもですね、7年早く、名古屋帝国大学よりも15年も早く実は建てられてるんですね。そして日韓併合の時点では公立学校はたった100校しかなかった。しかし昭和5年の段階では公立小学校は1500校、昭和17年にはですね、4271校の公立学校を設置したんです。しかもこの写真見てください。鉄筋コンクリートですね、レンガ造りです。私が昭和25年に小学校に入りましたけど、木造のオンボロ校舎でした。まあ本当にそういう意味でですね、私は日本というのは、まあ、台湾もそうですけども、朝鮮もないしと同じようなそういう統治をしたんだということを、まあ、ご理解いただきたいと思っています。この一番下の女学校などですね、今日本にあったらこれは文化財指定もんじゃないかなと、このようにさえ思うんですね。次は麻生総理に後でお聞きしますけどね、総氏改名は朝鮮人が望んだんだと、こういうふうに東大で講演したらですね、朝日新聞で、まあ、叩かれた記事でございますけど、今現在使われている高校の日本史の教科書を見ますとですね、ここに3つの教科書が並びましたけど、日本風に改める総氏改名が強制された、日本式氏名を強制した総氏改名など、総氏改名などを強制したと、こういうふうに検定教科書に書いてるんです。ところがこの左の方を見ていただくとですね、宇治の創設は自由と強制と誤解するなと、総督から注意を促すと、こういう記事があります。そして内地式に変更、この締め切り後も変更することができますよと言ってるんで、決して強制ではない。真ん中の地図を見ますとですね、総氏改名に殺到しているソウル市民と、こういうふうに書いてあるんですね。麻生副総理、このこういう記事は平成15年に東大で発言されたときはこういう記事知らなかったでしょ。今改めてどういうふうに思われますか。麻生財務大臣。これは確か政調会長の時代だったと記憶しますけれども、この発言は東大の5月祭で話が出たんだと思いますが、とにかく
その発言につきましては日韓関係の間に齟齬をきたすとい いうことで、まあ、私の方からその後記者会見だったと思いますけれども、韓国の国民の方々にこういった話で日韓関係の間にいろいろな意味で不愉快な思いをさせたということだということでお詫びをしたというように記憶をいたしております。まあ、この問題に関する現在の個人的な認識を今これいただいて改めてまた申し上げるということもいかがなものかと思いますが、まあ今第二次安倍内閣の閣僚をやらせていただいておりますので、この問題に関する私の個人的見解は差し控えさせていただきます。中山成明君。それでは下村大臣、この評価書の検定というのは事実に基づいて行われるべきだ、当然だと思うんですけれども、ここに提示した3つの教科書、いずれも明らかに間違ってますよね。この教科書で学んだ学生がですよ、例えば大学入試で、総主解明は強制と答えた場合に、これは丸ですか、罰ですか、ね、非常に大きな問題なんですよ。本来であれば、こういう教科書はね、回収すべきだと思うんですけどね、そうでなくてもですね、これを使っている学校校へね、正誤表を配布する、それぐらいのことをしてもいいんじゃないかと思うんですけど、期待する文科大臣、よろしくお願いします。下村文部科学大臣。お答えいたします。まあ、現在の教科書検定におきましては、もう先生ご承知のことでございますけれども、学習指導要領に基づき教科書検定審議会の学術的専門的な審議に基づいて行われ、申請図書の具体の記述についてその時点における客観的な学問的成果や政府見解、適切な資料等に照らして欠陥を指摘するものでございます。で、この絵が欠陥かどうかということでございますが、現在日本史大辞典また国史大辞典というところにおいてもですね、この強制したという記述が、まあ、表現されているということの中ですね、教科書検定においてはこれは結果には当たらないと、まあ、いう現在判断がされているところでございます。中山成明君。そこをですね、やっぱり政治主導で、下村大臣、やっぱり間違っていることは間違っている、それをね、こうちゃんと訂正すべきじゃないかと、まあ、このように思いますが、まあ、次に移りますけれども、次はですね、午前中、辻元議員がいろいろ言ってました、いわゆる従軍慰安婦の問題でございます。この慰安婦問題がですね、官権が介入したと誤解させた最初の記事というのは、平成4年のこの記事なんですね。慰安所軍関与を示す資料と。ところがこれですね、この資料をよく見てみますとですね、これはそうじゃないんですね。この資料というのはですね、悪徳業者が募集に関与しているようなので、注意するようにという、そういう通達なんですね。全く逆なんですよ、逆。当時のですね、朝鮮をこう見てみますとですね、これ真ん中見ますとですね、道議会選挙、8割以上の人が朝鮮人なんです。そして中西南道の知事、ここにありますように初代、6代、8代、9代、10代、そして昭和20年に至るまで、全部朝鮮人でした。他の道も同じようなものでした。そしてこの手順の警察ナンバー2の警部と高等警部部も朝鮮人が務めていた。このような体制で官権の強制連行というのはですね、考えられないんじゃないですかね。私は今この従軍慰安婦の問題がですね、世界に広まっている、
ソウルの日本大使館の前には吉十軍慰安婦と称する少女の像が、少女の像がある。アメリカでもですね、朝鮮人の多いニュージャージー州には同じような銅像が建てられ、そして高速道路にですね、大きな看板が出て、日本人が朝鮮女性を20万人セックススレーブにした、性奴隷にした、こういうふうな看板がかけられている。これは私は本当に日本人にとって屈辱だと思うんですよね。こういうことをさせちゃいけないと、こう思うんです。大体ですね、20万人もの女性をさらっていく、その親たちは一体黙って見てたんでしょうかね。やっぱりそんなことはないと思うんですよ。ましてですね、私はあえて日本の兵隊さん、昔の兵隊さん、もう世界一軍律厳しい軍隊だったと世界から称賛されたんですね。これはもちろん日本が遅れて列強の仲間に入ったからよく見られたいということもあったんでしょうけど、根底にあるものはですね、やっぱり武士道だったと思うんですね。武士道があったからこそ、私は日本の兵隊さんというのは立派な戦いをしたんです。それなのにですね、こういったことで侮辱されているというのは、先祖が、我々の先祖が侮辱されているというのは、これはもう看過しがたいと、こう思っているんですけど、まあ、ここで安倍総理に聞くのはちょっと難かなと思いますので、お答えは入れませんけれども、ぜひこういうふうなですね、ことをみんなで分からないかんと思っているんです。ここで辻の、もう一つありますようにですね、官憲が強制連行したんじゃなくて、実はそうじゃなくてですね、これは一枚だけが東亜日報の記事ですけど、あとは全部当時の朝日新聞ですけど、これを見ますとですね、朝鮮人が両家の市場を誘拐して満州に売り飛ばしたと、17歳と20歳、19歳の日本人だったと、こう書いてありますね。あとは全部ですね、見ても分かりますように、農村の娘に毒ガとかね、桃色のソアバクとか、あれはこう警察がしっかりこの仕事をしてたということが全部分かる。日本人が何かやったということは、調べても調べても出てこないんです。私はですね、戦前、日本も貧しかった。ですから、やる慰安婦としてですね、不快に身を投じなければならなかった、そういう悲しい身の上の女性がいっぱいいたということも知ってます。だけど、いかにも朝鮮人だけがですね、従軍慰安婦にされたと、こういうふうなことはですね、やっぱり誤解を解いてもらいたいと、まあ、このように思っているわけでございまして、午前中に清本議員がですね、ここにこう出しましたけどね、各国で、従軍慰安婦に関する決議、動議が出されている、本当になんていうかな、朝鮮の方っていうのは、粘り強いというか、しつこいというか、本当にすごいなと思うんですけども、私はこういうふうなですね、ことがずっと今、蔓延している、これは自民党にも責任があると思うんですね。自民党のずっと歴代の外交、その場しのぎ、その場しのぎで、まあ、謝ればそれでもうそれ以上は追及しませんからと、まあ、そういう言葉に乗せられてですね、まあ、いろんな談話等が出されました。そのつけが全部今、安倍総理、今ここに来てるんですね。だから私は自民党にも責任があると、まあ、このように思うんですね。日本人は職員の情といいますかね、大体お互い分かるでしょうと、あるいは謝ったんだからいいじゃないか、人を騙してはいけない、まあ、小さい頃から教えられますけど、しかし、騙される方が悪いんだと、あるいは嘘も100回言えばですね、本当になるんだと、そう言ってですね、プロパガンダに励んでいる国民もいるということ。そのことを忘れちゃならない。私たちはそういう意味でですね、この国際社会に生きていく上で、ダブルスタンドで生きていかなきゃいけないという、この決意をね、
まあ、固めなきゃいかんと思っています。まあ、総理にはお答えはいらないことにしておきたいと思っています。お時間が少なくなりましたけど、先の戦争は侵略戦争だったと、こういうふうに私は思い込まれてますが、1951年、昭和26年ですけど、 GHQ の総司令官であり東京裁判を主催したダグラス・マッカーサーは、米国議会の上院の軍事外交委員会におきましてですね、第二次世界大戦について日本は米国によって閉じ込められ、資源供給の道を断たれたと、日本が戦争を始めた目的は主として安全保障の必要に迫られたのことだと、まあ、こういうふうに明確にですね、侵略戦争を否定してるんですよ。今東京はですね、石原前都知事の指令で、このマッカーサーの発言をですね、副読本として使ってるんですね。期待される下村文科大臣、どうですか、これを全国の公立学校に副読本としてですね、配布したらどうですか。下村文部科学大臣。ご指摘の東京から江戸から東京へ、私も先生からご質問があるということで今日手に入れさせていただきました。東京都教育委員会が独自教材として作成されているものでございます。まあ、このような地域で作成した教材のうち優れたものについて他の地域においても活用されるということは大変有意義だというふうに考えます。まあ、このため文部科学省として各都道府県教育委員会などの担当者を集めた会議などを通じて情報の共有化を図ってまいりたいと思いますし、各都道府県で使われている副教材で素晴らしいものについてはぜひ全国で共有化されるように文部科学省としても働きかけをしてまいりたいと思います。委員長、中山成明君。前向きの答弁ありがとうございました。まあ、時間がなくなりましたんで、ちょっと提案でございますけど、今私たちはですね、子どもたちはどういう教科書で習っているのか、まあ、調べることは非常に困難ですね。安倍総理も一緒に、あれは平成9年でしたか、亡くなった中川昭一さんとか一緒に日本の前途と歴史教育を考える議員の会を作りました。古谷議員もあの時ね、一緒でしたけれども、あれは最初ですね、中川先生がですね、自分の娘の教科書を見たらとんでもないことが書いてある、これはいけないということでですね、いわゆる教科書議員を作って、まあ、活動して、今はもう中学校の歴史教科書にいわゆる従軍慰安婦という言葉はなくなった、これは本当によかったなと思ってますけれども、私はですね、文科大臣に提案なんですけど、ぜひね、日本の今使われている検定教科書、これをね、見れるようにね、文部省のホームページにね、全部出してもらいたいと思うんです。ついでにですね、中国とか韓国はね、ものすごい反日愛国教育をしてるんですよ。ね、その中国から今いっぱい日本に入ってきてますよ。やっぱり、ね、彼らがどういう教育を受けてるのか、やっぱりね、その辺は知っておいた方がいいと思うんで、この中国や韓国の教科書もですね、一緒にホームページに載せていただきたいと思うんですけど、いかがですか。下村文部科学大臣。お答えいたします。ご指摘のように我が国で使われている教科書について広く国民の皆様方に、まあ、それぞれ、分かるような形でより、まあ、ホームページ含め文部科学省としてもより情報を提供するということは大変重要なことであるというふうに思いますし、しっかり対応させていただきたいと思います。ただ文科省のホームページで、まあ、他国の教科書等ですね、同じような形で、掲載するということについては、まあ、著作権の問題やあるいは、まあ、その時の政治的な判断、外交的な判断もございますので、できたら、まあ、文科省以外のところですね、民間等で先生はじめお考えになっていただければ大変ありがたいと思います。委員長、中山成明君。まあ、それじゃこれは外務省にお願いするしかないんですけど、最後になりましたけどね、この尖閣列島の地図、この上の地図はですね、すでに外務省のホームページにあるんですけど、この下の方の地図はね、
まだないんですよ。これは台湾が発行したやつなんですね。これもぜひですね、外務省のホームページに載せてもらいたいなと。これはまあはっきりとですね、尖閣列島は日本の領土だということが明らかになるようになってますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。まあ、いろいろと質問したいことはあるんですけど、時間がまいりました。私たち日本維新の党はですね、教育問題に一生懸命取り組んでおります。ぜひね、集中審議をお願いしたい。その時に先ほど話もありましたけど、朝日新聞の関係者にもね、ぜひ来ていただきたいと、このことを委員長にお願い申し上げます。五国理事会で取り計らいます。ありがとうございました。これにて松野君、松並君、松田君。